産後うつで子供に当たってしまいます。精神科医科バサワショーのカバチャンネル、今日は質問をいただきました。ミキママさん、33歳女性、産後うつです。3歳の長男を可愛いと思えず突然怒鳴ってしまいます。少しでも良くしたいと朝散歩は子供たちとできる時にしています。しかし7時間睡眠が取れないから産後うつが良くならないのかもと怖くなります。生後6ヶ月の長女のグズグズで合計3時間睡眠の日も多く、眠りも浅いです。日中休める時間といえばトイレくらいです。この状況で睡眠に代わる休息方法はありますか？長男に対して少しでも穏やかに接する方法はあるでしょうか？典型的な産後うつというか、産後うつに対する研究っていうのがありまして、出産後1年以内にメンタル的に不調になる人の割合はどのぐらいいますかっていう研究があって、一昔前だと 5% とか 10% って言われてたんだけど、それって本当に重たいうつの割合で、何がしかのメンタル不調っていうのはだいたい 50% ぐらいの人に起きてるんじゃないの。2人に1人ぐらいが産後のうつと言わずに産後のメンタル不調、こういう風にイライラしたり怒りっぽくなったりするという状態って 50% ぐらいっていう日本のね調査の論文があったと思います。ということはもう本当2人に1人ですから、ほとんどの人にもそういうふうにイライラしたり、お子さんが可愛いと思えなくなったり、場合によってはちょっと手が出てしまったりみたいなことっていうのが、皆さんが思ってる以上に非常に高い確率で起こっているんですということが事実ですね。質問いただきましたけど、これっていうのはあなただけに起こっていることではなく、世の中の子育てをしているお母さん方に非常に高い確率で起こっているということが現実でございます。こうなった時にやれる方法っていうのはほぼほぼ限られてきますね。一番いいのはやっぱり旦那さんの協力、だから旦那さんの協力が得られないと全部子供の世話を一人で見ていかなければいけないってことになった場合、1年365日っていうか、お子さんが生まれて6ヶ月ですけども、何歳かになるまではなかなかいろいろ目を離せない状況っていうのが続くわけですから、こういう睡眠不足の状態が本当に半年1年続くと、それはメンタル的に誰でもおかしくなるということになってまいりますよね。さらに産後の状態っていうのはホルモンのバランスというのが非常に不安定になったりしていますので、そういう身体的な要素と心理的な要素、その両方がダブルパンチで来るので、産後うつ、産後のメンタル不調っていうのは非常に起こりやすいです。ですからこの今日の動画とかを旦那さんに見せてあげてほしいんですけども、旦那さんの協力っていうのが一番即効性がある。せめて例えば土曜日とか日曜日とか、旦那さんが休みの日だけでも見守っててもらって、ちょっと昼寝したり、あるいは何日かだけでもちょっと夜中ぐずった時とかに対応してもらうようにするっていうことをするというのが一番いい方法ですね。基本的に怒りっぽいとか産後うつを治していくにも、何度も言っているように睡眠、運動、朝散歩っていうことが重要で、特に重要になってくるのはこの場合は朝散歩もしてるってことですから、睡眠不足っていうのがやっぱり一番のキーになるわけですね。で、3時間しか眠れてないっていうことですから、3時間睡眠1週間も続いたら、確かにもう誰でも怒りっぽくなるしイライラもするわってことになってくるので、やっぱり睡眠を取るしかないということになってきた場合においては、仮眠っていう形になってきますね。昼寝っていう形になってきますね。そうすると、昼寝する時間なんかないわっていうけども、一番いいのはお子さんが昼寝してる時に一緒に寝るっていうことが一つの方法だと思います。でもお子さんが寝てる時こそ、普段できなかった片付けをしたりとか洗濯をしたりとかなんかしなきゃいけないっていう風になるんだけども、もう一つはそういう主婦業を完璧にこなさないっていうことが一つの鍵になってきますね。だって物理的に不可能なんだから。だから今3時間しか眠れませんってことになってくるけど、これを例えば掃除とか洗濯の毎日やってるところを1日おきにすれば、あと1時間多く眠れるかもしれないわけだから、主婦業というか家の仕事とかを完璧にこなせようとしてるので、時間が足りなくなってしまいます。できることをやっていくしかないので、あんまり完璧主義に仕事をこなさないで、お子さんの方が成長していくと今よりは必ず楽になっていくということを信じてですね、家族の協力も得ながら、隙間時間で仮眠を取りながらごまかしやっていく。あと同じぐらいのママ友の人たちがいると思うので、そこの人たちと情報を共有したり、そこでガス抜きっていうの、大変なんだようちの子供がみたいのママ友同士で話すことが一つのガス抜きになっていきますので、なかなかね、そういう一人でこもって家事と子育てばっかりやってると本当にメンタルもやられていきますので、そういうガス抜きなんかも取り入れながら、他のお母さん方もなんとかなんとかそこを乗り切ってやってきてると思うのでね、先輩ママとか同僚ママとかの話なんかも聞きながらね、なんとかやってほしいなというふうに思います。